ドン。あ、ちょっとちっちゃいか。うわわわわわわ。うわわわ。僕アクセサリーがめちゃくちゃ好きで。ちょっと暑いな。誕生日は僕もみんなにありがとうを言う日だと思ってるので、割と。みんなに日頃のお礼をする日だと思ってます、誕生日は。いっぱい奈良香のこと祝ってくれてありがとね。すごい大変だっただろうに、いっぱい祭壇とか作ってくれて非常に奈良香は嬉しゅうございます。じゃん。あーい、こんにゃらー、どうですか後ろみたい。ティリリリリン、ティリン。じゃん、かわいいな、私の顔。じゃーん。お待たせー。待った？あ、ごめんね。じゃあ、カラオケ行く？じゃあ行こうか。なんかあっちにあるんだって、カラオケ。いやー。宇宙から見たら俺たちなんて本当にちっぽけもちっこぺ笑ってるやん。噛んだわ。私メリーさん、今あなたの後ろにいるのよってあるじゃないですか。もしかしてメリーさんと同類ですか。大親友。おい、可愛くないで行こうや。自分フレン。おい、フレン70位ぐらいいっとんちゃうぞ。はちょっと久しぶりじゃん。やだ、久しぶりじゃない。みんな元気してたの？ギャルなのかおばあちゃんかわかんない感じになっちゃった。コンタクトラスト145。娘の発表会をメモる感じ。まあ娘おらんけど、私が娘になろう。私が娘になるんだよ。キーボードにデコボコない あ, あったりす。ホームポジションのところ今私のやつないですね。うん、 FJ にある。ポチッとしたやつ。本当だ本当だ、初めて気づいた私これ存在に。僕らはそんな新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけてゆく。これでいくんかーい。お久しぶりです。何してました、ここ最近。何しました、何したんですかって。ねえ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 、しまぼしさん。別に寂しくなんかなかったんだけどね。私は寂しかったですけどね。今日は七夕なので、コメント欄にたくさん願い事でも書いといてください。僕がうっかり叶えときます。まひまひ、ワイもオール。あーあー、友達。もしかしてこういうの苦手だった？なんかごめんね。始まったなこれ。は？はあ？代弁されたし、しかも。